眞子さま、一時金自体は、法改正は、必要ない、本村健太郎弁護士が解説。弁護士の本村健太郎氏が27日、読売テレビ、ｔｅｎに出演。秋篠宮眞子さまと、小室圭さんとの結婚をめぐり浮上した、一時金自体、問題について解説した。政府は、眞子さまの意向を尊重し一時金を支給しない方向で調整している。皇室経済法は、皇族が皇室を離れる場合、皇族であった者としての避民保持の死に充てるために一時金を支給すると規定。これまでに受け取りを辞退した例はなく、法律にも規定がないため、辞退は不可能では?の声もある。これについて、本村氏は、皇室経済法という法律に基づいて一時金を支給するということに一応、規定上はなっているのですけれども、これは解釈の問題で、必ず一時金を支給しなければならないという風にまでは読めない。確かに前例はないんですがと指摘。続けて、一時金の金額を決める会議、これは支給しないのであれば、会議自体開かないということもあり得ると僕は思います。だから内閣法制局もおそらく同じ見解に立って、そういう方向でやるんだろうと思いますと分析し、法改正までは必要ないと考えられますと解説した。